こんばんは。今回はタイトルにもある通り毎日投稿をねちょっとやめようかなと思ってます。で前にも就活があるから毎日投稿は意識せずにやっていきますって言ったんですけど、結局あの時はネタがあったんで毎日投稿しちゃったんですよ。そしたら途中でなんかやめるわけにもいかないなっていう感じでずるずるここまでやってきちゃったんですよ、毎日投稿を。でまあ無理やりやってきたのを、まあ、今回を皮切りにちょっとやめようかなと思ってます。絶対に毎日投稿をしないというわけではなくて、ネタがあるときは毎日投稿するし、ないときはおとなしく休むって感じにしようかなと思います。はい。まあ動画投稿がきつくなったりとか、あと白手に飽きたとかそういうわけではなくて、まあむしろ毎日投稿をしてるおかげかわかんないですけど、まあもはや習慣になってましたし、あとはまあ毎日投稿してる時点で飽きてるわけないんですよ。飽きてたら毎日投稿なんてできないんでね。はい。ということで、まあ別にきついわけじゃないんですけど、まあなんかいろいろね、やめようと思った理由があったりするので、まあいくつか理由を話していこうかなと思います。まず一つ目としては、ネタがなくなってきたっていうところです。はい。まあ、変なキャラを使い続けるとしても、いつかは限界が来るんですよね。ていうかまあ、変なキャラ使うのってね、ネタがない時の苦肉の策だったりするんですよ。はい。まあ、最近というか、まあ、少し前から、マジでネタがないので、変なキャラを使う動画を、まあ、その代わりに始めたっていう感じです。あとはまあ、そもそもね、自分って多分変なキャラ使うというよりかは、まあ、対策とか解説とか、そっちの方が求められてる気がするんですよ。わかんないですけど。もちろん変なキャラ使う動画も好きだって言ってくれる方もいるので、まあ、完全にはやめないですけど、まあ、たまには使います。ですけど今みたいに毎週使うとかそういうのはちょっとやめようかなとは思ってます。はい。要はネタ動画をやめるってよりかは毎日投稿を無理して続けるとか、無理してそのネタ動画を撮るっていうのはやめようかなと思っている感じです。はい。で次が動画撮影が大変っていうとこですね。はい。まあ毎日ね明日のネタを考えながらの生活なので純粋に大変です。はい。まあ最近はねタメ撮りも増えてきたんですけどね、タメ撮りっていうのは1日で何日分かのまあその動画を一気に撮っちゃうっていうことです。はい。まあ1日1本ですら大変なんでマジでね毎日2本投稿してる菅さんはすげえとは思うんですけどもまあ多分ね動画の編集的な負荷は多分かかってないんですけど、純粋に多分ねネタがきついと思うんですよ、今の白手にだと。だからあれは相当すごいと思いますね。はい。あとは目当てのコートがね全然来ない時は自分ねギブしちゃう時もあるんですよ。別に目当てのキャラが来たからじゃない時もあるよ。普通にリアル的に今試合できねえってなっちゃった時にギブする時も当然あるんですけど、このキャラと対決したいなとか、あとはこのコートでやりたいなとか、そういった場面の時にギブしてた時があったんですよ。ただ、ちゃんとした理由がないのに、まあ、例えばさっきみたいにそのリアルが、どうしてもね、できなくて、みたいな場合はしょうがないと思うんだけど、まあ、今回みたいにそのコートが来ないから、とかよくわかんない理由でギブするのって、まあ、本当は良くないんですね。まあ、通報の内容にも入ってますし、自分だってね、相手にギブされたら面白くないなと思うので、まあ、良くはないんですよ。はい。なので、まあ、ギブアップしなくてもいいように、1時間丸々ね、動画撮影できる、チムレをよく使うんですよ、自分。まあ、他の人も多分使ってると思うんですけど、チムレ、もともと使ってたんですけど、今ってね、割とかそってて、あんまりマッチングしない時もあるんですよ。まあ、特に12時超えてくるとマジでマッチングしなくなっちゃうんですよ。なので、まあ、最近はね、一周回ってタワーで撮影することも増えてるんですけど、そうなるとね、来るコートが偏るんですよ。なので、望んでるコートが来ない時があると。はい。まあ、そうなると、今日の動画に間に合わないってことで、まあ、ギブアップして、無理やり目当てのコートを、まあ、引き当てるみたいなことをしてました。はい。ただ、それも、毎日投稿をやめることで、まあ、ゆとりを持ってね、動画撮影に臨めると思うんですよ。はい。なので、まあ、いつでも投稿してもいいような感じ。まあ、完全に不定期になっちゃいますが、まあそれがいいのかなって思いました。まあいつ投稿してもいいんだったら、まあ、ギブする必要もないですからね。もう普通にゆとりを持って試合することができるんで、まあ、そんな感じでやっていこうかなとは思ってます。はい。丸さん、モチベが下がる。はい。まあ、白手に行って勝てれば神ゲー、負けたらクソゲーって感じだと思うんですよ。はい。まあ、対人戦だったらまあ大体そんなもんだと思うんですよ。まあ、スマブラとかマリカとか、まあ、そういったものでもまあやっぱりね勝った方が楽しいし、負け続けると面白くないんですよ。はい。
まあもちろん負けてもね、相手のこの動きは勉強になったなとか、あと試合自体は楽しかったとか、まあ、そういうこともまあ当然あるとは思うんですけども、そんなのは一部で。基本的に負けるのってやっぱ嫌だと思うんですよ。うん。モニオさんとかもね、コラボの際、まあ同じこと言ってましたし、まあもちろん自分もね、負けるのは嫌ですよ、そりゃ。そりゃ勝ちたいよ、そりゃね。勝ちたいけど、まあ変なキャラ使ってるから負けることもまあ当然ありますと。ヒロとかね、めちゃくちゃ負けましたからね、あの時。やばいぐらい負けましたからね、はい。なので、まあ毎日投稿をやめることで、まあ変なキャラ使う頻度も減らしていこうかなっていう感じです。まあ別に変なキャラ使うから負けてるって言い訳するわけではないんですけど、単純にその動画投稿のモチベを下げないためにも、まあそういうのをちょっと減らそうかなって思ってる感じです。はい。まあ、かといってキャラゲーでね、相手をバンバン倒すだけの動画ってのも、まあその、つまんないと思う方もいると思うので、まあ適度にって感じです。まあさっきも言ったんですけど、完全にやめないですよ。たまにはね、その変なキャラ使ったりとかして遊ぶことはありますけど、まあ、メインコンテンツにはならないっていう感じです。はい。まあ、完全にはやめないだけですね。はい。で、丸4、クオリティが下がるですね。はい。まあ、毎日投稿するんで、一つの動画にね、そんなクオリティをね、求めてらんないんですよ。そんなことしたら間に合わないですからね。あ、クオリティっていうのは、編集としてのクオリティではなくて、ネタとしてのクオリティです。はい。自分の編集なんでね、ほぼしてないんで、まあ、編集ではなくてネタですね。はい。まあ、ネタ動画が悪いというわけではないんですよ。まあ、変なキャラを使ってどうにか勝つってのも、まあ、見てて面白いし、いいとは思うんですが、ただ、無理やり動画を作ろうとするために使うのはまた違うなと思ってるので、まあ、一本一本ね、面白いと言ってもらえるような動画を作るためにも、ちょっと投稿頻度をね、戻そうかなと思ってます。はい。まあ、もちろんね、毎日投稿じゃなくても、ネタを滑るときは当然あると思うんですよ。あれ、再生回数思ったよりいかないなって思うことも、まあ、当然あるとは思うんですけども、まあ、その時は、まあ、スルーするか笑ってください。別に、投稿頻度が落ちたからといって、すべての動画が面白くなるわけではないので、そこは、まあ、自分の技量にかかってるんですけどもね。はい。ということで、まあ、ここまでね、はい。毎日投稿をね、やめる理由を話してきましたが、まあ、毎日投稿をやめて、まあ、時間ができる分、まあ、ちょっとね、おろそかにしていた、メンバー特典にも少し手を入れようかなと思ってまして、まあ、ちょっと逆に今までね放置しすぎちゃったので、少しずつ入るメリットを増やしていこうかなと思います。今ってメンバーシップ、90円のお試しパックと、190円のレギュラーパックがある感じなんですけど、90円の方は名前の横にバッジがついたりするのと、あとはスタンプが使えるようになります。こんな感じですね。はい。で、190円に関しては、それプラス、メンバー限定動画に設定した動画が見られるようになります。はい。その中には、過去のライブ配信とかも入ってるはずです。はい。あとは、まあ、前回とか、まあ、前回じゃねえか。だいぶ前ですけど、非公開にした動画とかも、まあ、限定公開にする場合もあります。はい。で、まあ、このままだと、あんまり美味しくないんですよね。自分ライブ配信してないから、そのライブ配信過去が見れるってのもあんまりうまくないしってことで、まあそのメリットを増やすためにも、ちょっと動画の方を作っていこうかなと思います。まあライブ配信もこれからやろうかなとは思ってはいるんですが、まあ、メンバー限定動画をこれからね、どんどん増やして、まあその、入るメリットを増やしていこうかなと思います。まあ入るメリット以外にも、まあ今入ってる人にはね、満足していただけるような感じにしたいと思っているので、よろしくお願いします。ということで、はい。あ、そこでなんですけど、昨日ね、投稿したガチャピンの動画、見事に再生回数爆死したんで、それをメンバー限定の方にぶち込みまして、あと新規で2つほどね、動画を一応入れといたので、まあ、よかったら入っていただけたらなと思います。2つの動画っていうのは、確かケロロの動画と、あと、サラミの動画ですね。はい。あんまり最近使ってないキャラを使ってきたので、もしよかったら見てやってください。はい。まあ、メンバー限定動画は完全に不定期なんで、まあ、今はね、結構ハイペースで追加してますけど、これから、まあ、もしかしたら全然追加されない可能性もあるんですけど、一応頑張っていこうとは思うので、まあ、もしよかったらお願いします。はい。あと、コミュニティで投稿したんですけど、今の白手にのいいところ、悪いところ、期待しているアップデについての、まあ、アンケートを今してるので、まあ、まだ回答をされてない方は、まあ、コミュニティか、まあ、このコメント欄に書いていただけたらなと思います。はい。ということで、とりあえず喋りたいことは話し尽くしたので、最後試合でも見て終わりますか。はい。
とハードコートな、ちょっと今編成に困ってまして、まあもともとネモとかセレナとか入れてたんですけど、ミラーがめちゃくちゃだるいんですよ。ネモミラーもさ、セレナミラーも。ミラーがめっちゃだるくて、なんか運ゲーだったりするので、まあちょっとね、一風変わって、その編成戻してみたんですけど、意外とね、ハイジャンリリカ強かったりするんで、ぜひとも使ってあげてください。というところまで、ありがとうございました。お疲れ様です。